岩蜜葉は日陰に生える、セリ科の草本の一つ。春の柔らかい葉は、ほうれん草に似ていて、食用にされる。また、通風や関節リウマチの治療用にも用いられる。古代ローマによって、イングランドに、修道士によって、北ヨーロッパに伝えられたと言われている。地下の根で急速に地上の広い範囲に広がるため、いくつかの地域ではこの植物では最悪の雑草と、みなされている。 編集は、観葉植物として育てられる。また、長目の昆虫の幼虫の餌となっている。A.B. ヨネクラコージ、カジタタダシ。イーガポディアムポダグレリア L。B.G. プランツワミョウ学名インデックス。2012年8月12日閲覧。A.B.C.D. イーガポディアムポダグレリア L。トラーピコス、ミズーリボータニカルガーデン。170万3。2012年8月12日。 閲覧、グートウィード・イン・ザ・エンサイクロペリア・オブ・ライフ。ありがとうございます。